帝王切開の様子帝王切開は、子宮切開によって、胎児を取り出す手術方法である。日本の医療関係者の間では略して、ミカドキレ、または、カイザー、シーセクションなどと呼ばれることもある。日本語の帝王切開は、16世紀頃に成立したと考えられる、フランス語のオパースヨンシゼリンから、ラテン語のセクテオカイサレイアを経由して、ドイツ語の ケイザーシュネットを直訳したものである。そのドイツ語のケイザーシュネットという語は、カイザーとシュニットの合成語である。その語源には、複雑な経緯がある。古代ローマにおいては、王政ローマ時代から、文娩時に妊婦が死亡した場合には埋葬する前に、腹部を切開して、胎児を取り出すことを定めた維持法と言われる法律があった。その名は、切り取られたものの意で維持を改装あるいは、 カイサルと呼んだことに由来する。その一方で、本家から切り取られたものとして、文家にカイサルの名を冠することもあった。例えば、ガイウス・ユリウス・カイサルは、名門、ユリウス氏族の文家であることを示す仮名を名乗ったものである。ところが、一世紀に、ダイプリニウスが、主張、博物誌の中で、冗談めかして、次のように記したため、これが、カイサルが、 帝王石灰によって誕生したという伝説を生んだ。カエサルはその名を切り取られた母親の体内から得たのであり、その仮名もまた同様の起源を持っている。大プリニウス、博物誌、第七巻九章四十七節当時の医学では、腹部を石灰して母子共に健康ということはありえない上、カエサルが長次手から聖母アウレリアコッタに当てた書簡が存在することから、実際に、 カイサルが、帝王切開で生まれた可能性は、極めて低い。また、カイサル家は、ガイウス・ユリウス・カイサルが創始した家ではなく、その加盟はそれ以前から続いているため、その意味においてもありえない話である。7世紀のスペインでイシドールスによって記された語源では、因果関係が逆転して記されている。カイサルという語はユリウスに由来する。内戦が勃発するや、 彼は、ローマの貴族として、最高の地位を得た。他方で彼は死んだ母の切り取られたたえないから、引き出されたために、もしくは生まれつき豊かな髪をなびかせた子供だったために、カエサルとも呼ばれた。それ以来、彼の後を継いだ皇帝たちも、カエサルと呼ばれることになった。そして切り取られた子宮から取り出されたものは、シーソーあるいは、シーザーと呼ばれることになった。イシドールス。 語源第9巻三章十二節石ドールスによる語源は後世に転居として採用されることが多かったためシーザーという単語は本来の意味と誤りを含んだ由来を合わせ持ちながら16世紀以降成立した帝王石灰の技術を覆うようにラテン語のセクテを返されやという名称へと結びついたと考えられる。なお他に現在は誤っているとされる語源の説として 次のようなものがある。死亡した母体から胎児を取り出す習慣は古くからあった。ギリシア神話では太陽神アポローンが恋人コローニスの不定を告げられて彼女を殺し、その死体から胎児であったアスクレーピオスを取り出したとされる。成長したアスクレーピオスは死者さえ蘇らせるほどの名医となり、ゼウスの雷に打たれて絶命、医者の神となる。王政ローマでは 紀元前7世紀の沼ポンピリウス王が制定した沼法以来、分娩によって死亡した母体の体外から胎児を取り出すことが維持法として定められていた。古代エジプトや古代ギリシア、インド、アフリカのウガンダあたりの少数民族でも、古来より石灰による分娩が行われていた形跡が発見されている。中世ヨーロッパにおいても、キリスト教会は死亡した妊婦の石灰を推奨し、 その際に胎児が呼吸できるように妊婦の口を開けておくよう指導している。記録として最も古い帝王切開は1500年頃のバウヒンによるもの、16世紀の偽陽モーによるものが挙げられる。ただし当時、切開した子宮は縫合してはならないと信じられていたため、ほとんどの場合は妊婦は出血死した。A コスティールヨニーの医学書によれば19世紀の 前半では、帝王切開の死亡率は、およそ75%であったという。1606年頃に成立した、シェイクスピアの戯曲、マクベスでは、貴族のマクダフが帝王切開で生まれたことが、物語の鍵となっている。1876年、イタリアのエドアルド・ポロが、母子ともの救命に成功した。 これは25歳の骨盤の狭い妊婦が予定日を4週過ぎても分娩できなかったため手術したもので子宮切開後の出血に対し子宮を切除することで止血へと結びついたものである。さらに1881年にはドイツのフェルディナンド・ケーラーが切開した子宮を切除せず、縫合する実式を考案した。20世紀に入って滅菌法が発見され、 手術管理が徹底されることで死亡率は2%から3%へ低下。酸化学の土台とも言える手術として現在に至った。なお、子宮外妊娠の破裂に対しては、イギリスの近代外科の父、ロバートテートが1883年、破裂した卵管の切除による術式に成功している。日本で最初の帝王切開は幕末期。 現在の埼玉県反応市で実施された。江戸時代末期の開営4年6月12日に反応在住の医者だった岡部人志平と埼玉県秩父市の医者だった伊古田淳道により、翻訳されたオランダの医学書を参考におよそ1時間かけて農家の妻、元橋美戸に行われた。胎児はすでに死亡していたが、母体は子宮はそのままで腹部だけ縫合。は、 術後およそ2ヶ月間は感染症の痛みが残ったが、命は助かり、88歳まで生きた。元橋家には、手術が行われた部屋が現存している。庭先には1987年6月12日、日本医師学会により、記念碑が建てられ、安産祈願の場になっている。横石灰と縦石灰形実分べでは母体、または、 胎児の生命の危険性がある場合に適応となり、一部は絶対適応となる。適応となる状態は、急速追弁が必要であるが、軽窒分娩では、それが不能な場合、物理的な理由で、軽窒分娩が不能な場合、賛同感染の危険性が高い場合がある。一般に、以下のような状態が適応とされることが多い。世界保健機関は、 帝王切開が必要なのに行われていないケースと不必要なのに選択されるケースが共に多いと警告している。出産数全体における帝王切開の比率は日本の一般病院で24.8%でアメリカ合衆国、イタリア、中華人民共和国は30%台。これに対してブラジルは高く、 2000年の約38%から2015年には約56%へ上昇した。背景としては、出産に立ち会った時間でなく回数で決まる医師の報酬制度、医師と妊婦がカーニバルやクリスマスの休暇などの前に出産を済ませたがる傾向、助産院の不足があると指摘されている。手術方法の完成により、低王切開そのものでの母体死亡率は、 極めて低いが、それでも、形質分娩の4倍から10倍とされている。また、術後の長期間安静により排属炎症の危険が高まる。そのため、早期離症、早期歩行が原則である。輸液によりヘモコンセントレーションの予防も図る。過去に、低王切開での分娩を経験した妊婦は、以後大抵は普通の、形質分娩は行わずに、低王切開による分娩となる。 過去に、帝王切開での分娩を経験した妊婦の、軽秩分娩思考を、既往帝王切開後の軽秩分娩思考と言い,い、分娩中の子宮破裂の頻度が、やや高くなる。そのため、トラックを行う場合はいつでも、帝王切開を行える準備をしてから行われる。帝王切開時の感をした、子宮層部に血液が貯留し、様々な症状が起こる。症状は、 月経混乱、過腸月経、不妊など、排卵期に血液が子宮体部に貯留することにより、不妊症となる。治療は内視鏡で修復術を行うことである。国内では、富山県立中央病院産婦人科で最初に修復術が行われ、妊娠例が報告されている。海外では月経血が肝黄部にトラップされることが原因とされていたが、 犯行そのものから出血していることを同病院で証明した。この記述は薄毛で有名だったユリウスカイサルに対する記述として二重に誤解を含んでいる。イシドールス5現代9巻3章12節。 h t t p p e n e l o p e u c h i c a g o e d u t h a y e r l ュ o m a n t e x t i s i d o r e q h t m l 3 1 2立川清編、囲碁5現大辞典 p644、立川清編、囲碁5現大辞典 p644、小川かなえさん。 医学用語の起こりっぴ19埼玉県の自慢話埼玉県2016年6月9日閲覧埼玉反応へ期日本初の帝王切開地元医師乱書頼りに東京新聞長官2018年10月30日2018年11月2日閲覧帝王切開の世界的蔓延に継承風雨 フランス通信2015年4月12日、世界新総院デプス、帝王石灰大国ブラジル、医師の都合優先出産数の56%、読売新聞長官2017年12月7日、ありがとうございます。